井野町割遺跡井野町割遺跡1井野町割遺跡は、千葉県桜市ゆうかりが丘にある、縄文時代後期晩期の遺跡、国の史跡に指定されている。井野町割遺跡は、陰馬沼に注ぐった栗川の南岸域、標高27メートルの大地上に位置する、縄文時代に築かれた森土遺構を特色とする遺跡である。1969年、井野小学校建設工事に際して、 縄文土器が多数出土したため、慶応義塾大学と桜市市編纂委員会による緊急調査が実施され、当地が縄文後期から晩期の遺跡であることが判明した。1970年、改めて慶応義塾大学による調査が実施された。以後、2003年まで8時にわたる調査が行われ、遺跡の規模や性格が徐々に明らかにされた。当遺跡を特色づけるのは、 中央の窪地をめぐって周囲に森土を環状に配置した環状森土遺構と呼ばれる遺構である。森土遺構自体は青森県の三内丸山遺跡など他の縄文遺跡にも存在するが命を割り遺跡のように森土遺構が良好に依存している例は希少である。また森土があたかも古墳のように独立して存在する点も例を見ない。 遺跡の西半分は小学校建設工事の際に作兵されて原型を失っているが、環状森土で囲まれた遺跡全体は楕円型を停止、その長径は約160メートル、中央の窪地の小道が約80メートルである。森土は現存するものは5基だが、失われたものを含めると少なくとも7基、多く見て9基が存在した。遺跡東半分には、 楕円形の外角を形成するマウンド1、マウンド2と、その内側に独立して存在するマウンド3、マウンド4がある。一跡正半部にあったマウンドは、小学校建設工事の関係で原型を留めていないが、小学校敷地内の自然観察園に、過労死で一気が残り、マウンド5とされている。このうち、規模最大のものは、遺跡南端に位置するマウンド1で、長さ60メートル、 幅30メートル、高さ1.5メートルを測る。1973年に実施されたマウンド後の調査において、森土の下層から、縄文後期の住居跡3件が検出された。マウンドを形成する主要な土層は、ローム室、高褐色土であり、これが縄文後期の住居跡を覆っていることから、マウンドの形成は、縄文後期ないしそれ以降であることがわかる。 環状森土の東側では、縄文後期から晩期の土器片を大量に含む土によって谷が埋め立てられており、縄文人による大規模な土木工事の行われたことがわかる。土器は森土周辺からは縄文後期中央から晩期前用のものが大量に出土するが、中央窪地からの土器出土は少なく、出土するものは晩期の土器である。住居跡は、 森土の下層や森土の外側からは検出されるが、中央くぼ地には見出されない。以上のことから、中央のくぼ地は広場のような役割を果たし、その周囲に村が形成されていたものとみられる。2002年の第5次調査では、小学校高知内の調査区から貝塚が検出された。媒種は大部分が山都市地味であり、他にイノシシ、鹿などの動物骨。 えい、黒鯛、ボラなどの魚骨や、鱗を除去するための怪人も出土した。2003年の第8次調査では、小学校高地内に調査区を設定した。その結果、標土下20センチまでは、学校建設の影響で破壊されていたが、その下層には、縄文時代の遺構が良好に残ることが判明した。この調査の結果、遺跡の北西から南東に向けて、 以降の存在しない予備状の空白地帯が存在することが分かった。これは縄文時代の道の跡とみられる。道を境に南側には多数の土壕があり、北側には柱穴とみられるピット群があった。土壕は母壕、または貯蔵穴とみられ、北側のピット群は住居跡とみられる。このことから道を挟んで住居群と母群が配置されるという。 当時の村の構造が垣間見えた。2001年の第四次調査では遺跡南端から南側の谷へ通じる溝の跡が検出されており、これも道の跡と見られる。南側の道の傍らには土工群が見られ、梅亀もあった。ありがとうございます。